発火語。発火語は、主に漢族である、発火人が使用する品ご派の一言語、あるいは中国語の方言とも。和社は、主に、関東省東部、福建省西部、厚生省南部の山間部に分布するが、四川省、湖南省、厚生地湾属自治区、海南省、浙江省南部などの各省区や、海外の佳境、華人にも多くの和社がいる。また、 福建省や石膏省に居住する小族の大部分も、発覚を話す。台湾では、台湾の北西部に位置する桃園市南部、新築県と苗栗県の大半、新築市と台中市の一部、及び、台湾南部に位置する平東県と高雄市の内六、台と呼ばれる地域、可憐県の一部で話されている。しかし、発カ委員会が2004年に行った調査では、 これらの発火の密集地域でも若年層では和社の比率は3割に満たず発火後離れが進んでいるため現在は小学校でも発火後など母語を教える時間が設けられたり民主進歩党政権になって始まった国営発火テレビなどにより保存と継承の努力が進められているまた企業でもコールセンターや窓口などに 発火後窓口を設置するなどの取り組みも進んでいる。また、シンガポール、インドネシア、主に、ジャワ島、スマトラ島北西部、バンカ島、ボルネオ島西部など、マレーシア、主に、サラワク州などの東南アジア、モーリシャス、インドの一部地域、アメリカ合衆国にも、家境、家人として、集団で暮らす発火がおり、発火後も使用されている。 推定使用者人口は5,500万人、中国4,500万人、台湾300万人、その他海外1,000万人。多くの居住地において、発火後は者は少数派となっていることが多く、周囲の言語、方言と比べて影響力が低いことから、語彙を借用することがよく行われており、地域差がある。例えば、マレーシアの発火後では、マレー語、台湾の発火後では、 台湾語、関東省の発火語では、関東語からの借用語が多く見られる。ただし、小族が発火語を話すように、発火語が主流の地域では、他の民族が発火語を話したり、語彙を取り入れる例も見られる。中国社会科学院とオーストラリア人文科学院の中国言語、アトラスなどによると、大陸部分の発火語は、下記の回分類をすることができる。 新内に台湾に移住した八花人は出身地によって主に以下の四、海、大、平、安の五種に分類されている。八花話が分布する地域が広いため各地で異なる呼び方がある。関東省東部、北部、福建省、台湾では八花話、客話と呼ばれる。関東省西部や厚生地湾族自治区ではよく耳につく単語から話し、 朝サスケ話と呼ばれ、後から入植したことによって、新民話とも呼ばれる。湖南省の一部では、客制話と呼ばれる。四川省では、関東省から移住してきた点に注目して、土関東話と呼ばれる。台湾でもかつては、関東話と呼ばれることがあった。厚生省では、八家話、客話のほか、棚民話とも呼ばれる。 発火後には日照を含む5つまたは6つの成長がある。日本の漢字音の多くは、東大、宋大に伝来したため、漢音、東音を参照、同時期の中国語の特徴をよく残している。発火後の発音と類似性、大音が見られる。例えば、梅州、発火後の数字の数え方は、11と5、224、331、4SI4、si、5NG3 である。 従来、関東省の梅州市、旧梅県市で話される、発火語が発火語の代表とされ、海外で各地の発火が集まるような場合は、梅県方言を共通語として使用する例も見られたが、最近では、台湾では梅州と関連が深い四県方言が、テレビ放送で使われるなど、重要な役割を持つようになりつつあり、 使用地域の経済発展が目覚ましい関東省、慶応方言も重要性を増している。発火後の音説は、他の中国語、看護方言と同じく、聖母、後藤子院と陰母は48種、成長の組み合わせで成り立っている。関東商売終市内の発火後の場合、基本聖母は17種、陰母は74種、成長は6種ある。上記のに、 ゼロ生母が一つ加わり、十七種となる。蒸気の生母に加えて、発火後の死因としては、日照の音節末に見られるうちオ音がある。ないオ音には、両唇、歯茎、き、軟光害の三種がある。日照陰尾と対応する、音節末の死因には、両唇、M、M、歯茎、N、N、軟光害、NG の三種の微音陰尾を持つものがあり、 意味の弁別に使われている。また、M と N には音節化して、陰謀として働くものがある。陰謀が愛で始まる場合は、聖母の死因に公害化が見られるが、非公害化死因との弁別には用いられない。梅州、発火後の死母岩の6種と分析することができる。これに、スケオンの I マイナスというマイナスと陰尾を組み合わせて陰謀ができる。発火後は、 他の中国語と同様に、成長言語であり、梅州の発音では、表彰、上彰、巨彰、日照の四世のうち、表彰と日照が、音名、皇帝各一1体に分かれ、計六つの鳥類がある。しかし、日照の蝶値は、表彰の蝶値と近いため、基本的に四種類の蝶値を、区別すればよい。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。